これは綺麗な色が出るんだけど、ただこれだけでね、花咲かせて実葉っぱ出してもなんかね、味わいがないんでね、ちょっとこう、これは挿し木して2年目ですね。いやそれは針金かけてやっと分かるっていう感じじゃないですか。うん、なんだか分かんないでしょ。で分かん、今どこに実があるんだか分かんなかった。こういう風にしてね、うん、わざと斜めに植えとくの、うん、そうするとここでね、人間曲げなくても一曲できるんですよ、うん、こうやってね。それでも慎重に曲げなきゃダメだよ、折れるからね、うん、もみじはこの背をきちっと当ててね、こうやってこうやってこういう感じにしておきますよ。こういう感じにしておいて、これね、こうやって、それでこういうね、小さいうちにね、うん、やっといた方がね、なるほどね、大きく、大きい時にやるとね、曲がり方がね、思い切ってカクッと曲げれないからね、うん、ドロンと曲がっちゃうわけさ、うん、小さいうちだったらね、意外と角度がね、鋭角に曲げれるんだよね、うん、キュッキュッキュッとね、クイックイックイッと、あ、キュッキュッっていうか、なんていうかさ、日本語じゃないけどクイックイだな、うん、クイッククイックっていうか、鋭く曲げた方がかっこいいでしょ、うんうん、トローンと曲げるよりさ、うん、鋭く曲げた方がかっこいいんでね、こうやでしょ。これなんかだったらさ、これこっちこっち側に一回こう振ってきて、こう振ってくる、うん、これね、てくる、これ以上は無理、今度はこっち、こう、これ以上は無理、うん、それなら今度はちょっと後ろへ向ける、ちょっとこう後ろ向きにさせる、そしてまた前はちょっとこう必ず当てる、背中を当てる、うん、こういう感じね、うん、でこうなるときのこれはもちろん葉っぱなんですけどね、うん、これはこの下から出てくるやつ、これ新芽あるけど出してもしょうがないからね、これ取っちゃうの。だからこっから出るけど、そのうちに今年の夏はこっから出る。あ、そう。ピッピッとしてポコッとこうなります、これは。これはね、もみじってさ、今頃棒、ただの棒みたいだけど ね、 うん、 これだね、これに葉が出たらさ、もう一丁前の顔になるんだわ。こんな細いね、爪楊枝みたい木でしょ、うん、こういう葉が出るんですよ。これは真っ赤に出てきた葉なの、うん、これ今年のやつの残骸ね。こういうのがもうすでにこんな木でもこんなについてるでしょ、うん、そうだね。これ来年はね、もっと根が良くなるからね、うん、これが綺麗にこうつくとね、それはね、買いたくない人でも買うよ。本当かい。本当さ、まあ俺は今日は見に来たんだって人もいっぱいいるんだわ、うん、だけどね、やっぱり買ってこうってこんな、ついついね、ついつい、そのついついが大事なんだわ、うん、買う気のない人を買っていただくっていうのはね、こっちの勝負勝ったと、うん、勝負してるわけじゃないけどさ、やっぱりね、買っていただくっていうのはね、大変にありがたいことでね、我々はこのお金をいただくってこともありがたいけど、こうさ、なんかこう認めてくれたっていう感じするんだよね。あ、作ったのを買っていただくっていうのはさ、うん、お、苦労が報われたとかさ、うん、なんとなくそんな感じするでしょ、うん、もうね、やっぱりなお お金をいただくんだから、こんなありがたいことないけどさ、認めてくれた。いや、これは売りたくないな、そのないの。ないない、一つもないよ。そんな絶対ないよ。あと、うん、絶対ないっす。これはね、やっぱり売りたくないっていうんじゃなくて、今年は売れないっていうのは、今年は来年になったら絶対これはこうなるって分かってるからね、うん、だけど今年売ってしまったら目的の形にならないし、っていうことはさ、儲け半分以下になる、うん、その高くっちゃうわけないけど、
あの目標としてる値段はつけるわけにいかないのさ、うん、人間がね、うん、あの素直にできてるからねあそうほら人間がね良心的にできてるからね、だからこれは売れませんっていうのは永遠でなくて来年なら売れますってやつ、うん、その代わり値段はもっと倍もしますとなるほどね、それをねやっぱりこれはあの要するに我々はさ物を売ってるっていうよりもね手間とさ、うん、手間と時間を売ってるようなもんなんだ、うん、こうやって1年間と同じじゃないの言ったら半角債もね、うん、1年同じだよ、半角債ってどこのこと北海道弁かよ、うん、何臭いのか知らないけど半角債どんな匂いだか知らないけどね、これでさ想像してや、ここに刃が出るピュッてポン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 と出たらさ、また中心蔵思い出すよまた松の廊下思い出すよ、これ葉っぱ出たら、まあ、必ず枝になるの、なるの、それが黙っとくと必ず枝になるの、最後まで葉出ないの、そこだんだん太くなって、うん、それが長くなって、なるほど、うん、そして広がり出てくるよ、うん、あ、そうやって2つ、ま、折ればあれなんだ、 2つ重なって巻くことなんだ、うん、2つ折ればって、いやいや2つ折りに、針金を2つ折りにしたらさ、うん、そうそう日本に来るんだ、うん、日本任されてることになるんだ、そうです、だけどねこれ一本でもいいんだよ、もっと太いので、うん、ただねこれだけくねくね曲げるとね、うん、日本の方がね折れづらいの、うん、当たる面積が多いから、だからって慎重にやらなかったらポキッていくよ、うん、ちょっと背中ずれたらすぐ折れるからね、うん、こうきちっとこの背中に合わせないとね、なるほど、すぐ折れますよ、もみじなんてあの脆いから、必ずこう見てね、背中からちょっとでも外れたらもうダメ、パキッと折れちゃう、うん、こうやって慎重にやらないと、こうやってね、だけど曲げるのも冬の方がいいんだよさ、やっぱり、うん、柔らかいっていうか、うん、だけど夏は折れやすいからね、うん、ダメってことない、年から年中いいんだよ、うん、だけどただ夏はさ葉がいっぱい茂っててね、こんなね小さい 小技ができないの、見えないから、うんうん、冬はねこうやって小さい小技ができるわけ、うん、葉っぱがないからないからね葉っぱこれ夏はうわっと茂ってるから、うん、全然ダメだよ、こういう根のいいのはね、こんなの少しぐらい凍ったってなんでもないの、冷たい風がダメ、あの北海道でも、ね、本州でもそうだよ、空っ風とか、うん、風が好きでないの、寒さよりも、だから風には当てられません、まあ、ある程度になってね、根もしっかりして木も古くなったらね、うん、なんていうのね、風であろうと嵐であろうとさ、自然界だって台風で木折れるんだからね、それある、だからそれだけ風が嫌だ、嫌だっちゅうことやね、うん、風ね、いろいろ物理的に嫌なのと、これは結局葉っぱからね、木から水分みんな持ってかれちゃうんですよ、倒れて嫌だっていうんでなくて、うん、要するに科学的に嫌なのよ、うん、倒れても生きてるやついるからね、倒れても生きてるやついるでしょ、葉っぱからね、幹から水分を持ってかれちゃうわけですよ、ダーッと、うん、幹も呼吸してるから、うん、葉っぱだけで、葉っぱはみんなね呼吸してるっていうのは大体みんな知ってるけどね、うん、木はねこの幹からも呼吸してるもん、うん、だから風当てるとね、みんな幹から水分がきれいに持ってかれちゃってね、うん、それであれなんですよ、冬はねこういうのやったらどっか入れとくとか、うん、風当てないように、温度はそんなに関係ないから、あ、風当てないでおけばね大体 OK なんです、植え替えもしてないのに枯れるっちゅう、針金で曲げて枯れるっちゅうことは風なんだ、うん、ほとんど風だね、うん、やっぱり針金かけてもね、うん、
あの上手にかければね、うん、根さえしっかりしてればね、うん、こんなもの年から年中朝昼晩やってもいいよ、うんうん、年から年中朝昼晩食前食後やれるけど、ちゃんとしたやっぱりどの程度で枯れるか覚えてないとさ、うん、全部が全部いいっちゃわけじゃないんだよ。これ何気なく曲げてるんですけどね、必ずこう当ててるからね、これ背中、うん、背中当てなかったらこれみんな折れてるからね、うん、ここで曲げたら折れるからね。なるほどね。ここで曲げないと、うん、ここで曲げないと、これでこれ今どうするかって言ったらさ、この枝をね、せっかく2本あるから1本を下に思い切ってこうやって下げて、うん、ちょっとここでちょっとこう遊んでちょっとこうやって振りる、うん、振りつけて、上は上でちょっとこう、これね、衣装白い針がね、よくわかるでしょ。だからね、スタイルがこんなようなやつでね、その針がなかったらどこにあんね、枝があるんだか分かんない、なんだか分かんないでしょ。これやっぱりね、これあれですよ、針がね、あの針金かけ覚えたい人はさ、うん、白い針金いいよ、うん。